ラサールストリート駅はアメリカ合衆国入りの一周シ,シカゴの鉄道駅。ダウンタウンのループ南西に位置し、州内鉄道メトラの RI 線が乗り入れるターミナル駅である。旧駅舎の写真現在のラサールストリート駅の位置に最初の駅舎が設置されたのは1852年。1866年に建て替えられた駅舎は1871年のシカゴ大火で全焼した。 1903年に再度建設された駅舎は1981年まで使用された。同年、シカゴ証券取引所の構造ビル下部に現在の駅舎が完成。上記の1903年駅舎の時代は有名な旅客列車である20世紀特急ロッキーマウンテンドケット号が発着する重要駅であった。またこの1903年駅舎はアルフレッド・ヒッチコック監督。 制作の映画、北北西に進路を取れや、ジョージ・ロイ・ヒル監督の映画、スティングに使用されている。乗り場は、シカゴ証券取引所に隣接している、ワンフィナンシャルプレイスの南側、2階部分に、ホームが所在している。窓口は平日午前6時15分から午後9時まで、土曜午前11時から午後7時半まで利用可能。 待合室は毎日午前6時から深夜12時まで開いており、自動券売機、売店、トイレ、警察官立ち寄り所などがある。オレンジ色が現在のメトラ r セ線、ウィリスタワーからのゾムラサールストリート駅とメトラ r セ線の線路ループの南側路線から1、ブロック外側に所在。2011年6月、接続するシーィバス及びブルーラインへのスムーズな乗り換えのために、 インターモーダルトランスファーセンターが設けられた。バスターミナルインターモーダルトランスファーセンターシーティバスシカゴ交通局のバスのルート停留場は道路状況等に応じて頻繁に移動するので注意が必要である。シーティシカゴ L シコゴダッシュ。ありがとうございます。